ツ楽しんでますか？かしこまりでーす。この動画がね投稿されてる頃にはもうちゃんまりはベロンベロンで、この動画が投稿ちゃんとされてるかなという確認も今できているのかわからないですがとりあえず乾杯でもしておきますか。2024年のね初乾杯です。じゃあね、グラスを高く持ち上げてください。では準備はよろしいですか？いいですか？2024年もちゃんまりと楽しく笑っていい年にしましょう。乾杯いやもうね、今年はねいつでもどこでもね飲んじゃいますよ、ちゃんまりはもうあのね、BeQuestの社長もねお酒大好きなので、多分ねあの事務所で酒飲んでもね怒られないんじゃないかなと思います。今までの会社でも、まあ、別に怒られたことないんだけどあでも一昨年それこそ3年前ぐらいにアクティベートのスタジオでね、あの焼酎の水割りが何割、これが2割でこれが3割のでとかっていうのを当てるやつをやった時はね、あの片付ける時にくせえなこのスタジオって言われましたね。いやさて、今日はですねクラウドファンディングについて新しいお知らせがありますので、こちらのお話をしていきたいなと思うんですけれども、2023年の12月17日から公開しているかしこまり 3D 新衣装プロジェクトなんですけれども、みんなのねご支援のおかげでなんと、2日で 100% 達成いたしました。ありがとうございます。やったね。まさかねこんなね早い達成になると思ってなくて、ストレッチゴールも考えてなかったんですけれども、今年ねやりたいことたくさん叶えていく年にしたいなと思っているので、みんなにね背中をいっぱい押してもらってそれで叶えていきたいなと思っています。なのでね追加のストレッチゴールを設定させていただきました。改めてねその追加ストレッチがですね、こんな感じですね。ピッ、こちらですね、ストレッチゴールがですね、150% 達成で今後制作予定の新曲6曲すべてを、頼みたかった、編曲家の吉村さんに、頼ませていただこうと思っております。そしてですね、200% 達成で、新しいライブハウスステージと、ちゃんまりのマイクの、制作、それから、ちゃんまりのこの 3D の T シャツ衣装とパーカー衣装を計に2着の、追加制作をするというねストレッチゴールを追加させていただきました。こちらをね頑張ってやっていきたいなと思っております。そしてですね、本日新たに、追加のプランを準備させていただきました。新しいプラン1つ目がちゃんまり落書きまな板。もう誰がまな板やねんってことなんですけれども、木製の平らなまな板にちゃんまりが直筆で落書きしたものをお届けさせていただきます。銀盾みたいな感じで飾ってもらってもいいですし、毎日のねお料理のお供にガシガシ使ってもらってもいいですし、カッター使う時に下に敷いてもらってもいいですし、お粘土遊びをする時に下に敷いてもらってもいいですし、一緒に寝てもらってもいいですし、もう使い方無限大な、ちゃんまりのまな板、ぜひねよろしくお願いします。そしてですね、新プラン2、世界に一つだけの落書き T シャツ。こちらはですね、布にかける絵の具を使用してちゃんまりが自由な感性でデザインをして、そしてあなたのお名前も入れた、唯一無二世界に一つだけの手書きの T シャツとなっております。布用のね絵の具を使っているので、洗濯もできるので、もうがっつり毎日ね着てもらっても大丈夫です。そして、新プラン3、新 3D 衣装の抱き枕とささやき系ボイスのセットとなってます。こちらはですね、一部の、ファンから熱烈なねグッズ化希望のねあった抱き枕抱き枕はですね今回は作らせていただくことが決まりました。まずでね、ほんと多分ちゃんまり史上最初で最後の、抱き枕になると思いますので、この機会をね逃すことなきよう、ぜひともゲットしてくれると嬉しいなと思います。魅惑のささやきボイス、こちらはね一体何を囁いてくれるのか、まだ、誰もその全貌は知らないです
私もまだ何も考えてないので、逆にどんなねのがいいかっていうのをコメントをしてくれると嬉しいなと思います。お願いします。そしてですね、これが最後のプランなんですけども、4つ目のプランですね、最後のプランはこちらですね。ダダーン、一つの支援で1回かしこまりが腹筋をするプラン。頭おかしいですね。何を言ってるのか分かんないかと思いますが、ちゃんまりもうちょっと何言ってるか分かりません。このプランですね、クラウドファンディングであんまり見たことないプランなのかなと思うんですけれども、一つの支援で1回ちゃんまりが、生配信で腹筋をします。まあそんなね、言うてね、プラね、面白いことが大好きなマリンチといえども、まあそんなね、そんなまあ集まっても20とか30とか、まあそのくらいかなと予想しておりますので、まあちゃんまりね、腹筋30回なんてまあちょ余裕なんで、もう全然余裕なんで全然大丈夫なんでね、まあそういうプランとなっております。ということでですね、ストレッチゴールもぜひ達成していきたいなと思っております。なのでね、ぜひ新しいプランのご支援も何卒よろしくお願いします。クラウドファンディングのねページは概要欄に貼ってありますので、このページの中にね、ちゃんまりの VTuber 活動にかけるこう思いとかもね、こうちょっと書かせてもらっていますので、ぜひぜひね、こちらも覗いてね、読んでくれると嬉しいなと思います。ということでね、今日は新しいプランを、お知らせする配信させていただきました。じゃあかしこまりでした。じゃあねー、バイバーイ。